はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日はですね、今年の、秋冬ですね、2024年に、発売予定の、オーベルジュの、別注ですねのサンプルがですね、先日届きまして、サンプルが、店頭にありますので、予約会を本日から、4月の26かな、今日始めさせていただいております。まあ、それにあたってどういう別注を作ったかっていうのを、今回はご紹介させていただくというライブでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。アイテムがですね、こちらですね。商品名が、エクスクルーシブ、マルビナスレザーというアイテム名になっております。めちゃくちゃかっこいいっす。やばいです。かっこよすぎるでしょ、マジで。で、最初に、ま、いろいろ、ま、もちろん試着もしますし、ま、いくつか、スタイリングもお見せしようかなとは思っているんですけれども、ま、最初に、大事なことですね。ま、その受注、じゃないか、ごめんなさい、予約にあたっての、ま、概要をお伝えしようかなと、思います。なんで、最初ちょっとごめんなさい、聞くだけになっちゃうんですけど、聞いていてください。まず今回は、受注ではなくて、予約になります。なので、もう、秋冬にこの、レザーが入ってくる、数っていうのはもう決まっております。はい。なので、で、ありがたいことにですね、今日初日だったんですけど、もうすでに、何人かのお客様から、受注したいですっていうお声いただいてるんで、もしかしたら、かなり早い段階で、締め切りになっちゃうかもしれません。で、あとその上限に達したら、通常販売はありません。はい。予備分とかも一切作ってないので、今回は、通常販売は、予約上限に達した場合は、通常販売はありません。で、予約上限に達さなかった場合は、まあ、大体納期がですね、今年の10月末から、11月頃なんですけど、そのタイミングで納品した後、お客様、予約をしてくださったお客様に届けた後に、その上限に達しなかった、バッファーというか余白の分ですね、を、通常販売します。はい。なので、約束できないです。その、必ず通常販売するかどうかっていうのは、まあ、今回のご予約会の数次第なので、はい。っていうのがまず一つでしょ。で、もう一つは、まあ、今やってる、ごめんなさい、ブランドまたいでしまうんですけど、マーティー&サンズの、カーディガンと同様ですね。例えば、今回サイズ展開、38、40、42、44の4サイズ展開、ございます。で、よく、昨日もね、ご質問いただいたんですけど、サイズ42ってあと何点ありますかみたいな、あと何点上限までありますかっていうふうにご質問いただくんですけど、このサイズで何点っていうのではなくて、全サイズで、何着っていうのが決まって、あ、ごめんなさい、全サイズ含めて何着っていう上限が決まってるので、そのサイズごとに売り切れるってことはないんですね。まあなんで、いきなりこう、バツッと終わるって感じです、イメージ的には。はい。で、サイズ展開38、40、42、44の、4サイズ展開です。で、お値段先に言っておきます。お値段が、税抜き36万円です。はい。お値段が税抜き36万円。だから税込み39万6千かな。はい、になります。で、こちらのサンプルですね。のサイズが42のサイズになります。はい。サイズ42がこちらのサンプルです。で、さっきも言ったんですけど、お届けですね。ご予約いただいた場合のお届けは、今年の10月末から、11月中旬頃の間を、予定しております。はい。で、お支払いに関してなんですけれども、今、やってる、まあ、てか、通常、予約会、受注会と同じですね。今までで、通販でもいいですし、店頭でもいいので、一度でもお買い物をしてくださった方は、前払い、後払い、どちらでも好きな方を選びます。で、申し訳ないんですけれども、一度も僕の店でお買い物したことがないよっていう方で、今回こちらを、予約したいという場合は、本当に申し訳ないんですけども、全額前払いとさせていただきます。まあ、ね、金額は結構大きいので、いきなりこう、まあ、約40万円払うのちょっとっていう場合は、まあ、ご相談ですね。例えば、なんだろうな。じゃあ、前金半分、約20万お支払いさせて
していただいて、残りの20万を届いた後にとかっても大丈夫なので、まあ、そこら辺はね、かなりフレキシブルに答えをさせていただこうかなと思っております。で、受注会の期限ですね。が、今日から、始まっております。今日から、予定ですと、かなり長い時期、やらせていただくんですけど、6月末ですね。6月末まで、予約会はやろうと思っています。ただですね、先ほども言ったように、上限、正直、かなり少ないです、着数が。少ないので、その、上限に達してしまった場合は、もうすぐに。な、変な話、例えば来週で終わる可能性もあります。てか今そのお客様から、いろんな方からね、ご連絡いただいてるんですけど、まあ、その勢い的には、まあ、下手したら5月のゴールデンウィークぐらいにはもうなくなっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、ペースではあります。で、ただそれも乗り越えて、ですね、来月の11、12かな、トヨタに出張行きます。で、その翌週ですね、18、19かな、に、大阪に行きます。で、その時までに、まだ上限に達していなければ、持ってきます。はい。出張にこのサンプル持ってきますので、ぜひね、トヨタ愛知付近の方だったり、大阪近辺の方は、そちらでご試着を検討していただくこともできます。はい。最初に伝えなきゃいけないことは以上かな。はい。じゃあ早速、ちょっと前置きがね、長かったんですけども、商品の紹介させていただきたいと思います。で、こちらは、もともとですね、アルビナス、なんだっけな。早速、グダル。ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ。あ、アルビナスだっけ？ごめんなさい。マルビナスだった。すいません。マルビナス、カモっていうインラインのアイテムがあったんですね。はい、あって。で、それが、まあ、80年代の、マウンテンパーカーの、形をベースとしたカモ柄の、マウンテンパーカーが、展示会にあったんですよ。で、その形をこれベースにしています。で、まあ、見てわかる通り、まあ、カモじゃないですし、コットンとかじゃないんですよ。何を使っているかというと、レザーです。レザーに今回変更してもらって、だからまあ、レザーのマウンテンパーカーですね。はい。で、しかもですよ、ただのレザーではなくてですね、まず、カーフレザーですね。はい。かなり、確か生後3ヶ月かな、の北海道で育った、生後3ヶ月のカーフを使用しております。なので、生地ってか、レザーの肉感、めちゃくちゃいいです。ちょっと音で感じてほしいんですけど、めちゃくちゃもちもちです。厚みもあるんで、かなりね、こう、いいレザーを着てるなっていう感覚は間違いなく、感じられると思います。あとはまあ、こう、ちょっとしたこう、脂肪感もね、しっかり見えるんで、表面。この質感ですよ。で、なんですけど、カーフなので、非常に柔らかいです。はい。革質も、これね、その映像で伝わらないのは、すごくもどかしいんですけど、革質めちゃくちゃ柔らかいです。で、着心地ですね。着心地っていうか、まあ、気になる重さですね。重さも、全然、なんだろう。まあ、もちろん軽くはないですよ。軽くはないんですけど、全然こう、疲れるような、重さはないので、そこもね、かなり素晴らしいかなと思います。で、さらにですよ、今回何をしたかというと、まあ、この、タイトルか。このインスタライブのタイトルにもあるんですけど、こちらですね、防水になっております。はい。防水の、カーフレザーのマウンテンパーカーなんですよ。で、まあ、以前ね、ライブでも話したんですけど、僕、次の 24AW とか、まあ、まだまだ先の話ですけど、25SS とか、自分の気持ちが多分レトロな、アウトドアアイテム着たいなっていう風に思ってたんですよ。で、今までいろんなブランドさんにいろんなレザーのアイテム別注で作ってもらったんですけど、マウンテンパーカー作ったことないなっていうのと、マウンテンパーカー久しぶりにめちゃくちゃ着たいっていうのが相まって、今回こちらが生まれました。しかも、さっきも言ったように防水なんで、例えば急に雨降ったりしても大丈夫という仕様になっております。で、なんでレザーなのに防水なんだって話なんですけど、ちょっと一回起きながら話しますけど、まず防水と、撥水っていうのがあるんですよ。で、撥水っていうのは水を弾く、まあその
漢字の通りですね。で、防水ってのは水を通さない、仕様になってます。で、一般的に撥水ってのは、まあ、よくあるのは、生地の表面とかに膜ですね、コーティングが何かを貼って、でそれが、水をこう弾いてくれるよっていうのが、まあ、一般的な撥水です。で、なんで、まあ、よく、なんだろうな、別にレザーじゃなくても、撥水のコーティングって使っていくと剥がれてきちゃうじゃないですか。剥がれてきていくと結局その撥水性がどんどん落ちていっちゃうっていう、ことがあるんですけど、こちらは防水なんで、まあ、その永久的にはないんですけど、撥水に比べてかなりより長く、防水性をキープできると。で、じゃあどうやってやってるんだって話なんですけど、なんかですね、日本軍に、レザーの、防水のレザーを作ってくれって依頼された工場があったらしくて、で、まあ、そこの工場さんでやってるんですけど、要は、まあ、革があるじゃないですか。革がこう一枚あった時に、四隅をこうピンって貼って、その上から水をバーって降らせるんですって。で、その降らした下に水が一切垂れてこなかったら OK っていう、まあ、基準があるらしくて、そこでもやってる工場さんが、やってます、この加工を。で、じゃあどういうふうにその防水仕様にしてるかっていうと、革を、舐めすっていう作業があるんですね。まあ、そのベジタブルタンニンとかいろいろあるんですけど、で、その皮を舐めす作業の中で、防水性を、備える、加工を同時に施したから、この防水のレザーが生まれたと。はい。で、ただですね、これはデザイナーの小林さんもいたんですけど、普通防水の仕様にするレザーっていうのは、まあ、そのカウレザーとか、もうハードな硬くて、重い、こうガシッとしたレザーにやるのが普通らしくて、で、その工場さんも、カーフなんかに、まあ、なんかというか悪口じゃなくて、カーフみたいな超上質で柔らかい革にやったことないよっていう、かなりだからね、チャレンジングな、素材の作り込みだったらしいんですけど、まあ、その仕上がりが、これですよ。最高ですよ、マジで。何度も見せますけど、これ、素晴らしすぎる。マジで。はい。で、レザーの話したでしょ？そうだ。だから、その、形がね、そのマウンテンパーカーで、いや、だけど、防水じゃないじゃんっていう、そのマウンテンパーカーではさ、本来のアイテムとしての機能ないじゃんっていうのも、もちろんね、作りたいなって昔思った時に思ってたんですけど、このレザーだったらそれが実現できてしまうという、素晴らしい、素晴らしいアイテムです。はい。で、さらに、要は、生後3ヶ月のカーフなんで、ちっちゃいわけですよね、個体が。当たり前ですけど、個体が小さいと皮をね、こう、大きく取れないわけですよ。ってなると、剥ぎがいっぱいできてしまうのが普通なんですけど、見てください。まあもちろん剥ぎはあるんですけど、基本的にね、かなり剥ぎが少なめの作りなんですよ。バックこんな感じで。フロントこんな感じですけど。見ての通り、かなり剥ぎが少ないんで、超超超贅沢に、カーフ使ってるっていうもう、変態が過ぎるアイテムでございます。で、さらにですね、まあ、表地はその、カーフなんですけども、裏地ですね。あ、まあ、ちょっとディティール先に言おうか。ディティールは、フロントはこういう肥沃仕立てのようなスナップのボタンで、こういう、まあ、ゴールドかな？ゴールドの真鍮っぽい色味の、スナップボタンで留めるような感じになってます。このフロントね。だからまあこれがこのウィンドストッパー代わりになるんで、こう風とかが入ってこないよねっていう機能性がまずあるでしょ。んで、ジップ、フロントジップなんですけど、マットですね。マットブラックの引き手、脇絵剣なんですけども、マットブラックの引き手になっております。で、皆さん、大好き。僕も大好き。ダブルジップでございます。最高だよ。はい。ダブルジップにちゃんとしております。なんで、まあ、後でやりますけど、ダブルジップでしょ？で、ここの部分ですね。ここの部分が、フロント、ポケットなんですけど、ほら、ここ。で、この、ここはね、開かない。縫い付けられてるんで、ここは開かないんですけど、ここからですね、ポケットがあって、で、ポケットのところも、同じマットブラックの引き手の、ジップの仕様になってます。こうですね。こういう風に。
はい。で、スピンドルですね。このフードの裏にこのスピンドルがついてるんで、ここでこのフード周りをこうグッと絞ることができます。あとは、どこついてた気がするな。ついてないか。あとは袖は、フラップですね。フラップの、こういうボタンで止めれるようになってます。これですね、袖は。はい。んで、あ、そうそうだ、そう、フード、首周りも、このスピンドルついてるんで、まあ、パーカーみたいな感じですね。首周り、こう、ぐっと調整することができます。で、これね、僕、これ多分ね、展示会のところに気がつけてなくてね、届いてからめちゃくちゃ嬉しいってなったのが、要は、まず、さっき紹介したように、フロントのポケットスラッシュが、ジップのやつがね、二つついてるじゃないですか。で、さらにですよ、これ今開いた状態なんですけど、左かな？左の裏にポケットあるんですよ、内ポケット。これね、超嬉しいと思う。これ、ここに見るかな。ポケット、わかります？ついてるんですけど、これこのポケットが結構大きいんで、あのね、多分カバンいらないっす。これ、カバンいらないっすというか、あの、カバン持ちたくない人結構いると思うんですけど、これカバンね、全然多分持たなくて大丈夫です。これ僕の長財布、財布なんですけど、まあ、財布、よいしょ。全然余裕で、横に入っちゃうぐらいの大きさ。財布が横に入っちゃうぐらいの大きさなんで、だからこれに携帯、まあ僕だったらタバコ、あとまあなんだろう、まあペットボトルとかも、この開けたまま入れれば全然縦だったら入ると思うんで、で、プラス、ここ前にフロントスラッシュあるから、これね、マジでその、機能美としても素晴らしいと思います。そのアウトドアのアイテムとして。で、さらにさらに、もうラストスパートですけど、裏地がベースは、ごめんなさい、混合率聞き忘れてしまったんですけど、このメインの裏地は、コットンと、綿麻の裏地が基本的なベースなんですね。袖よりももちろん、裏地ついてるんですけれども。で、このね、これなんか首周り色違うなって思った人いると思うんですよ、ここ。この首周り。なんか黒で色違うじゃないですか。この首周り。ここ。ここは、カシミヤです。だから、こう全部ジッて締めた時に、こう首周り。まあジップとかにちょっと冷たいとは思うんですけど、それ以外は、要は、まあカシミヤがまとってくれるんで、まあマフラーみたいな感じですよね。さらに、ポケットの裏地。裏地っていうかポケットの内側ですね。フロントのポケットの裏地。カシミヤです。ここもカシミヤです。これやばいでしょ。もうここまで来たらもうトップオブトップでしょ。レザーのマウンテンパーカー多分僕二度と作ることないと思います。ここまで、ね、やりきっちゃったら。まあ、前回、まあ、またブランドまたりで申し訳ないですけど、ダウンベスト、あ、ダウンベストじゃなくてダウン、ラキネスで作ってもらいましたけど、まあ、そこの時もかなり振り切った、もうやりきったデザインというかディティールにしてたと思うんですけど、今回、まあ、マウンテンパーカーバージョンで完全にそれを実現させたという。最高や。だからね、もちろんね、まあ、税込み約40万なんで、決して安くはないですけど、まあ、相当高揚感が得られる。で、これもう僕買います。さすがにこれは。もう素晴らしいアイテムなので。自信を持って、皆様に、お勧めできる最高の、レザーのマウンテンパーカーですね。はい。というわけで、前置き長くなりましたが、来ます。あとなんか、大事なこと、大丈夫か？うん。大丈夫だね。着てみます。はい。さっきも言ったように、こちらのサンプルサイズが42ですね。はい。38、40、42、44の4サイズ展開。あ、でもさっき見せ、留め具2つ、スナップついてます。はい。これ42ですね。で、僕の身長体重は、165センチの55キロとなっております。かっこよすぎる。もうやばいって。くっそ、かっこいい。
やばすぎる、マジで。やばいでしょ、これ。いや、これちょっと。これかっこよすぎるよ。マジで。しっかり落ち着いて。ちゃんとやるわ。やばい。やばい、これは。これやばいでしょ。ねえ。かっこいいでしょ。で、今一番上まで締めて、上二つスナップ止めたんですけど、ここの高さね、ネックの高さもいい。で、ここの内側が、カシミヤが当たってるんで、まあ、ジップのところね、ちょっとだけね、ヒヤッとしますけど、このネックの高さ、フードのボリューム、これはやばい。マジでかっこいいわ。で、さっきも、着る前、言及しましたけど、重さですね。まあ、軽くはないですよ。軽くはないですけど、全然なんだろう。重くない。はい。どっちなんやって話なんですけど。全然重くないっす。いや、これ、やばいでしょ。で、さっきみたいに、ダブルジップの仕様なんで、まあ、僕がよく好きな、あれですね、フロントっていうか、裾か、逃がすシルエット。これやりたいのよ。マンパワー。マンパワーというか、なんでもいいんですけど。何枚袖？なんか、これね、ここあるじゃないですか。ここの縫い目。こっから、ずーっとぐーっといって、ここまでになってるんです。で、そのうち、これ2枚になってるのかな？多分ベースの腕があって、その上をこう、レザーが上、走ってる。わかるかな？わかります？この部分。で、後ろにこのまま行ってるんで。YouTube わかるかな？ここが、この縫い目がこう来て、こう、ここまで来て、こうなってる。で、後ろに行ってるっていう。いやぁ、ちょっと、酸欠になってきた。かっこよすぎる。はい。で、そうだ、何見せようかな。今僕そうデニム家から持ってきたんですけど、デニムで、ね、こういう風に合わせてもいいし、でこの後は一応僕はまあよく着るような、まあ、チノと、あとはまあスラックス、ちょっと綺麗、表情、生地の表情感が綺麗なスラックスっぽいのと合わせて、あとオールブラックですね、オールブラックのコーディネート見せて終わりにしようかなと思います。これはやばいよ、マジで。マジでやばい。やばいやばい。暴力どんどんバカになってる、マジで。まずじゃあ一旦地のパンから合わせてみましょう。でちなみに僕今 T シャツですけど、アームホールの太さも、かなりというか、まあ、そんなにオーバーではないんですけど、余裕全然あるんで、まあ割と、今これマーティの、カーディガン着てるんですけど、まあ肉厚なニット着たとしても、全然、全く、見てるアームホール別に細くないんで、全然余裕ですね。チノもいいねー。まあ、だから基本的にやっぱ僕が、よく履くようなパンツとは絶対に相性いいようなものを作りたかったので、めちゃくちゃいいじゃん。もうちょっとどうですか、うちのいいですよね。で次、ちょっとスラックスっぽい生地感の合わせますね。よいしょ。はあ、やば。
すぎるよ。次はちょっとスラックスですね。ちょっとあのアンの今季のフレアのスラックス、まあ色味もカーキ選んだんで、まあ、ちょっとミリタリーパンツとね、あのの未来も見て全然いいでしょ、こういう綺麗な生地感でもね。あ、いい、もちろんもちろんもちろんいいですよ。はい、ラストオールブラックですね。合わせます。ありがとうございます。これはね、でもね、テンション抑えらんないで、ただでさえ僕革好きなのに革のまんぱなんて、わかんない、僕がね、勉強不足なだけかもしれないですけど、僕見たことないんで、で最後、ノノットのカーゴ履いて、オールブラックもね、これね、めちゃくちゃかっこいいと思う。まあ今インナー白着ちゃってますけど、まあかっこいい決まってるわ。はい、オールブラックこんな感じです。まあレザー、まあ僕どうだろう、さすがにレザーパンツとこれは合わせないかもしれないですけど、オールブラックでも絶対こういう生地感の違い、僕はよく言うんですけど、オールブラック、ワントーンのコーデしたいときは素材感の雰囲気結構ガラッと変えた方がいいです、いいですっていうか好きですよって話してるんですけど、こういうね、ちゃんと分かれるし、やばいっしょ、マジで。だから去年の秋冬、まあ暖冬だったじゃないですか。で、まあおそらく今年も、てかまあ僕ね、あのよく話すんですけど、去年よりも寒くなるってもうないと思うんですよ、基本的に。どんどん暖かくなってくると思うんで、ってなった時に、やっぱ春、秋、冬、3シーズン着れるものがいいなと思ったんで、やっぱ、まあじゃあずっとね、昔から僕レザー大好きだって言ってるんで、まあレザーに力入れたいなって思ったんで、これだったらもう全然、で、去年ぐらいの、冬だったら下にね、スウェット着て、まあニット着て、まあ串回り、首周りカシミヤだし全然いけちゃうっす。いや、オールブラックめちゃくちゃかっこいいわ、最高。はい、というわけで、以上ですね、オーベルジュの、2024年 AW の、別注エクスクルーシブ、マルビナスレザーのご紹介でした。予約会は本日からスタートします。で、あ、そうそうそう、遠方の方ですね、通販で予約できないんですかっていうご連絡もたくさんいただいて、できます。はい、インスタの DM 送っていただければ、ご対応させていただきます。で、サイズの採寸も、YouTube ね、この後上げますけど、YouTube にすべて採寸の目安なんですけども、書いてあります。全サイズ38、40、42、44。それをまあ、目安で選んでいただいてっていう感じですね。はい。まあ、その他ね、質問とか、何かありましたら、お気軽にインスタの DM ですね、聞いていただければなと思います。これはね、安くない買い物ですけど、絶対これはね、後悔させないです。自信しかない。というわけで、以上、オーベルジュのエクスクルーシブ、マルビナスレザーのご紹介でした。最高だな。ありがとうございました。